皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は株式会社シングさんよりもこちらビヨンドチューブプリアンプ 2S という新製品をお借りすることができたので、動画の中で皆様にご紹介させていただきつつ、まあね、いろんなギターの音を鳴らしていくので、そんなことを楽しんでいただければなと思って動画を作っている次第でございます。で、いつも通りね、画面のズバババンとお手元の方もお見せしていきながら、いきますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら幸いでございます。まあ、このビヨンドチューブシリーズ、僕のチャンネルでたくさん紹介させていただいたことがあるんで、見たことある方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりこうね、最大の特徴としてはですね、ババン、こちらにこう、ね、真空管を搭載しているということなんですよね。で、エフェクターの中にこう、ね、真空管を入れることで、まあ、温かみがあったりとか、なんか粘りがあったりとか、立ち上がり良かったりとかして、まあ、そのサウンド面ですごいもうたくさんのメリットがあるので、まあ、ちょっとね、コストがかかってしまうんだけどもね、めちゃくちゃいい音しちゃうよね、みたいな感じの、ものが特徴となっております。で、実はこの 2S じゃなくて、初代の方、僕、数年前に動画で紹介したことがあるんですけども、これと比べると、使ってる真空管を見直して変更されていることと、あとイコライザー、この辺の回路がですね、このちょっとこのリニューアルしたことによって、より自然なかかり具合になってるよっていうのが特徴とのことでございます。で、ちょっとまあ僕ちょっとさっき鳴らしたんですけどね、結構感触すごくいい感じでございますよ。すごくいい感じでございます。まあそもそもプリアンプって何なのよという方いらっしゃるかもしれないんですけども、オン真空管ピカー簡単に言うと、もうギターの音、もうそのものをなんかレベルアップするみたいな感じの、なんかそんな感じです。今、ギターつながってるんで音鳴らすと、まあ鳴るわけなんですが、こんな感じの音。まあ、うん、ギターだな、ギターだなって感じですよね。で、オンにするとこんな感じ。ちょっと。音量揃えます。このつまみで、音量が上げ下げされます。ちょっと音量上げてこのぐらいかな、いいね。ちょっと聴き比べてみてくださいませ。オフの状態、まあエレキギターだなって感じですよね。オンにしてみましょう。なんかすごいこの美味しいところだけがなんか凝縮されてる感じしませんか。こっちだとまあ悪くはないけど、なんかオンの時に比べるとなんか音がぼやけているというか、オンにするとなんか低音の美味しいところ、中域の美味しいところ、高音のきらびやかな、なんか美味しいところ、なんかそれぞれ嫌なところがこうなくなってすっきりしてるんだけども、ちゃんとこの音がきらびやかに、このはっきり立ち上がりがよくみたいな感じになってると思うんですよ。こんな感じでこのエフェクターを通すだけで、このギターの音のポテンシャルがね、そのままこうランクアップしちゃうよみたいな感じの、そんな感じのエフェクターでございます。なんでこれね、基本的にもうかけっぱなしで使うのがよろしいかと思います。ブースターとして使うのもいいかもしれないんだけども、まあ頭にね、このボンとこれを置いてから、後ろにこのいろんなエフェクターをつないで、レベルアップするための装置っていう使い方が良いんじゃないのかなと。ちょっと他のトーンでも行ってみましょうか。例えば、カッティングしましょう。こんな感じの音、オンにすると、なんかすごいこのね、音がバキッとなんか前に出てきた感じしますよね。なんか普通に単純に聞いててかっこいいって感じがしますんでしょうか。で、イコライザーがついているので、ピッキングのこのきらびやかなところもうちょっと追加したいよってことでしたら、トレーブルを上げると、
ギッとするし、中域真ん中を上げればもっとこのねウォームなところ、うん、そうですね、真ん中のなんか美味しいところが持ち上がった感じしますよね。で低音足すとさらにこの温かみが増すというか、オフにするとこんな感じ。なんかエレキギターの音があるんだけども、そのエレキギターの音っていうこの中になんか情報量が少ない感じしますよね。ちょっとこうスカスカというか。でもこれがねオンになることによって、プリアンプを通すことによって、この美味しいところが増してると思うんですけども、いかがでしょうか。僕個人的にこのねミドルと、まあ、ベースをね両方ともちょっとこう足したぐらいの音が好きかなって感じですね。まあ今ストラト使ってるからっていうのもある、ストラトタイプのギター使ってるからってのもあると思うんですけども、トレブル上げるとねちょっとこのジャキジャキすぎるので、これぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。ちょっとこのトレブルも足してみましょうか。こんな感じで比べるとね、結構如実に違いが分かると思うんですけども、いかがでしょうか。今クリーントーンでやってますけれども、これがね歪んだ時もまあ同じような感じでございまして、やっぱりこのね音がすごいランクアップするというか、なんかすごいこの、ね、音が太くなったというか情報量が増えた感じしますよね。もうちょっとやってみましょうか。なんかこう単音、なんかリフっぽい感じ、悪くはないけどオンにしちゃうと、やっぱりこのねこの良さをしてしまうとちょっと物足りなくなる感じがありますよね。で、これが、さらにまたこうね、そのミドルとかベースとかを足して、ゲインとかもちょっと上げて、こうね、ちょっと軽くブーストした感じで、さらにこのゴンブと、ちょっとチート的な感じですけどもね、することもできるわけですよ。
こんな感じ。こんな塩梅です。で、これが結構ね、歪みが強くなっても、まあ、結構ね、如実に違ったりするんですよね。例えばこんな感じ。今これゲインマックスこんな感じの音ですけれども、これをちょっとイコライザーをそのままで、ちょっとゲインを上げ目にしてこんな感じ。こんな感じになるわけでございます。まあ今バーと比べた感じだと、一番最初のクリーントーンがね、まあ皆様的に一番如実に違いが分かったんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。まあこんな感じでエレキギターがありました。でシールドで一番最初にこれを持ってきておいて、ギターの音をパワーアップさせておいて、まあ後ろの方のエフェクトでこのゴニャゴニャゴニャと音作りをしていくと、まあそのギターのサウンドそのもののポテンシャルがまあかなり上がって聞こえるので、まあすごい迫力があったりとか、かっこよくなったりとか、音の立ち上がりが良くなったりとか、そんな感じになるのかななんていう感じの、プリアンプでございます。で一応これはまあ内緒話であるかもしれないですけども、一応裏蓋を開けるとですね、ここにこのトリムのなんかこのネジがあって、まああんまり要望がなければいじらなくてもいいんですけども、もうちょっとこの原因のね、調節、これをですね、なんか上げ下げしたいなっていうことがありましたら、一応こちらでもですね、そのトリムスイッチがあったりとかするので、まあ蓋を開けてプラスネジでこれを調節することで、まあより一層幅広い原因の設定ができるようになるよみたいな感じのところでございます。いかがでしょうか。まあ聞いていただいて分かる通りですね、まあむちゃくちゃ音が変わるというのは分かっていただけたかと思います。ちょっとまあね、なんかチートというかちょっとねズルっぽい感じはねあるんですけどね、本当これがあるとね、もうギターの音、まあ、こういう安物ギター使ってもですね、そこそこいい音しちゃうからちょっとずるいよみたいな感じではあるんですけれども、まあやっぱねかっこよい音でね弾けた方がやっぱ迫力あってかっこよく聞こえるし、やっぱ自分自身もね弾いて楽しかったりとかするので、まあこういうのもいいのかななんて感じが、しますでございます。はい、ではそんな感じで今回はビヨンドチューブプリアンプ 2S の、ご紹介でございました。もし気になる方いらっしゃいましたら、下の概要欄の方に、公式ページなどですね、リンクを載せておきますので、ちょっとそちらでペペッと調べていただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ではそんな感じで今回の動画を終わりにさせていただきましょうか。また何かリクエスト、ご意見、ご感想などがありましたら、バシバシとお気軽にコメント残していただけたら、幸いでございます。それでは、この動画を終わりにさせていただきましょう。よかったらチェックしてみてくださいませ。株式会社シングスさんよりお貸しいただいた、お借りした、ビヨンドチューブプリアンプ 2S のご紹介でございました。じゃあね